皆さんこんにちは、モータースポーツ MC のマッキーです。今回は第29回初心者大歓迎ゆるふわカート大会、僕の目線で皆さん僕のおやきと一緒に、ゆったりとお楽しみください。相棒のカズさんからタスキをつなぐということで、私まずは第一スティントを走っています。コースに出て、あ、このマシン抜けるかなみたいな感じでついていったんですけど、ピットイン。さあ続いてコースで出会ったのはこちらの方。ごめんなさい、今回参加者の人数とこの服装が全くこう判別できないと言いますか、申し訳ない。おっとコースアウト。でもドライバーにダメージないですね。あ、今誰か走って助けに行っていた。こういう助け合いの精神こそがですよ、ゆるふわですよ。さあこのコーナーでインを取った。ホームストレート、カズさん変わってよっていう風におねだりしていたらインを突かれていきます。いや、これはですね、テクニックはあるんですけど、おそらくあのストレートスピードの違いっていうのは体重なのかなというふうに思いながらバックストレートを走っています。抜き返したんでどうだろうと思ったらまたインから行かれちゃいました。ただこういうふうにじゃれ合っている時が一番楽しいんですよね。カズさんがね、なかなか交代してくれないんです。あの、見えてるんだけど見えてないふりをするんで、何回かね、入りますよっていう風に催促して、2回目でようやく準備してくれたんでピットインです。で、今回耐久レースを初めて走ったっていう方、このドライバーチェンジの時にどっちから出てどっちから次のドライバーが入るとかね、順番を決めといた方がいいですね、方向とかね。カズさんが走ってる間、僕はもぐもぐタイムです。さあカズさんが戻ってまいりました。この時にね、今あのコーナーああいう風になってるよとかね、あ、カズさんコースアウトしたよねみたいな感じの話をして、こういうコミュニケーションも大切だよね。よし行くぞと。何しろ今回90分耐久レースですからね、長いですからね、集中力を切らさずにとにかく最後まで走り切るっていうのも大切でしたね。さあ追いつけるか追いつけるかと言って頑張るんですけど、だんだん離れていくんですよね。この映像で見てるとやっぱりね、ちょっと離れてるの分かるんですけど、実際に生でこの乗っている自分としてはですね、あ、これは追いつけねえなという風なのがよく分かります。アリンコになっちゃったね。さあ続いてお会いしたのはこちらの方です。ここの12コーナーが一つパッシングポイントなんですけれども、飛び込める前にはなかったですね。最終コーナー、ここでミスってくれたりすると抜くチャンスが出てくる。いやー、でもミスほどではないんですよね。ちょっと加速が鈍かったかなと思ったんですけれども、ここで、ちょっとアクセル戻したんですね。で、僕は普通通りに走ったっていうところですね。あ、もう見ていて分かったと思いますけれども、いつもより早回してこの映像を楽しんでいただいています。阿部さんですね、今回優勝した燃料は酒の阿部さん。あのコーナーごとにどんどん離れていくのね、これは早いわ。ああ、半周でもこの差っていうのは1周でおそらく3秒ぐらい違うんでしょうね。こういう速さの違う人を無理して追ってはいけません。もういろんな言い訳を自分にして、とりあえず、自分はタスキをつないでいくんだっていうような、ある意味ポジティブな方向に持っていくのが正解なのかななんて毎回思っています。そしてカズさんと交代です。とにかく自分のスティント中に接触とかミスがないようにね、気をつけています。さあ休憩終わって、僕がいよいよ最終スティントということになります。だから計算上、僕がこの受け取ったタスキをチェッカーフラッグまで、車を最後までつなげていくというか、最後までチェッカーに導くということですね。さあ今日2回目、ごめんなさい、ちょっとガツンコ言っちゃった、ちょっと謝ってるんですけどね。で、今あの陸橋の上でケイちゃんが手振ってましたね。おっと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 、バックミラーがないから後ろ見えないからね、これはしょうがないです。だから前の車の動きを見てうまい方向に行かないと、ああいう風に自分が割を食うっていうのはね、よくあることなんですね。
走行していると後ろから抜かれたもののまた前との間隔が詰まったんでここはなんとか抜いてやろうというようなところですかね。ただあんまり焦っちゃいけないんですよね。こう2台並んでる時にどっちについていこうかなみたいなことは走るどっちについていこうかなみたいな感じで考えてるんですけれども、今度またこういう風に1台ね出てくるとスリリングですけどね。とりあえず当たらないように一番効率がよく抜けていく方法を考える、ここはまたあのみんなで走る楽しさだとしますね。さあここからバックストレート、まあストレートエンドで抜ければいいかななんて思うんですけど、加速が全然違ううわーどんどん離れていく。そしてこのコーナーで追いついて、そうですね、まあヘアピンでは抜けないんでストレートエンドかなーっていうようなことを考えながら今最終コーナーに飛び込んでいってます。コーナーの間はちょっと詰まるんですけど、そこからがね伸びが全然違いますからね。ここは一気に体重を乗せて追いついてきた、追いついてきた、なんとか抜き去りたい、なんとか抜き去りたい、まあ、前にピットアウトしてきた車がいますんで、この車のタイム次第ですよね。この車が速ければどんどん逃げてって前の赤い方との戦いになるわけなんですけれども、もし詰まるようでしたら僕にもチャンスが出てくる、その2台抜けるチャンスが出てくるっていうところなんですけどね。耐久レースになりますと、まあ周回数とかも関係ないですよね。とにかく前の車とこういう風にねバトルを楽しむっていうのがね本当にレースの醍醐味かなというふうに思います。おっとここでいきなりチャンス到来、まあ、相手がミスしたりちょっと失速した時には必ず隙をつける、そういった体勢を整えておきたいものです。さあどうだ、さあどうだ、なかなか抜くには至らないといったところですね。ラップタイムほとんど一緒なんでしょうね、もしくは僕の方がちょっと遅いんでしょう。ただ前のマシーンがミスした時にちょっと追いつくといったような状況でしょうね。でもね本当にもうちょっと、もうちょっとで頑張れるか、もうちょっといけるかっていうふうに思いながら自分を追い詰めていく、イコール相手を追い詰めていくんですけど、ここでズバッとちゃんとオーバーテイクが成功したらやっぱ楽しいですね。ただチェッカーフラッグがもう待ってたんで、ここで楽しいバトルは終了ということになりました。今回もたくさんのご参加ありがとうございました。今回は初の耐久レース開催ということだったんですけども、参加していただいて皆さん楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思っています。でクラス分け表彰だったりそういうものもね今ちょっと試行錯誤の最中なんでまた変わる可能性はありますけれども、楽しんでいただければと思います。遠くは北海道から参加ありがとうございます。やっぱりこのゆるふわカート大会っていう場をねこれからも続けていきたいと思いますんで、どうぞまたご参加いただければと思います。次の日程が決まりましたらまた Facebook ページでお知らせしますんで、その時はぜひお誘い合わせの上ご参加ください。今回は僕のつぶやきぼやきに付き合っていただき誠にありがとうございました。モータースポーツ MC のマッキーこと牧隆弘、また次の動画でお会いしましょう。